フリーハンドで入力した文字を認識するサンプルです。ではまず、フリーハンドで文字を入力してみます。薬師寺国康です。よろしくと入力してみました。さてうまく認識できるでしょうか。文字認識をタップします。あら、薬師寺国康です。よろしくとちゃんと認識されております。以上。